躍するのを待ってる。あ、先輩そろそろ来るんちゃう？来たー。よいしょ。サプライズしてくれるっぽいぜ。だって部屋真っ暗にして待っててなって。だってサプライズ受ける方が部屋真っ暗にすることあんまないもんね、普通ね。よくわかんねえ。わかんない。何してんのかわかんない先輩は。多分迷ったんだと思う。玄関からリビングまでの間に迷ったんだと思う。あと罠にかかったんだと思う。おせえわ。昨日じゃ。これ何？ハッピーバースデーディア六角星人。いや誰が六角星人？ハッピーバースデー。あんたが似てるって言われたやつだろ。いやすごいな。ありがとうございます。これ何？ちょっとろうそく買ったんだけど、うん、ライターがないって気づいたから、うん、途中であのペンライトを。ねえ、ねえ、ペンライトケーキにぶっ刺すのやめて。ちょっとこれちょっと映したいな、ちょっとだけ。あ、でもあれか、七子さんち、あの、あれがあるよね、うん、あのコンロがあるからそれでちょっとろうそくつけるから。いや、いや、これ何、これ何、これペンライト立たない。なんで燃やす、なに、なんでコンロ焚いてんの今。なんかコンロ焚いてる、ツツツツって聞こえた。いや、来てない来てない、してないよ。なんでまだサプライズの体をなそうとしてんの、そもそも。ね、来る途中にさ、冷蔵庫の中からさ、お酒取ってきて、冷えてるやつ。こんな感じで祝ってもらいました。祝ってもらいました。何もう、ちょ待って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 、やばいやばいやばい、ちょっと待って、火事になる、やばいやばい、火事になっちゃう、火事になるって、これバカ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 、これ火事になるって、バカ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 、マジで燃えてる、燃えてるよ。メッシー。燃えてる。ちょ、大炎上だよ、これ。消してください、じゃあ。じゃあ、なんでパチパチ言ってるのか。じゃあ、やばい。これやばいって、ほんとに。くちょ、ほんとにやばいじゃん。これじゃ、ほんとに。パチパチ言ってるのはよくわかんないっす。なんじゃ、ほんとにやばい。油に引火してるのかもしれないから、早く消してくれ。ほんとにやばい。早く消して。やばい。警報なんじゃねえか。ちょっとやばい。ちょっと待って、これなんで消えたの。換気しよう。あるよ、なんかあの生放送中に火事になるやつ。やばい、これ煙やばいっすって。今換気してるから、これかぶせればちょうどいいんじゃない、これ。なるほど。ちょ、俺身長が届かない。なるほど、140センチしかないから。ちょ、身長が届かない。俺180あるから。
ちょっとしばらくそうしたいです先輩。先輩今日は一日そうしたいです。いや最悪の誕生日だよこれ。なんで俺警報をタップで押さえとかないといけない。ちょっと今写真撮っていい。最悪だよ。いやでもこれ見バレしそうだな俺が。家バレそうだな。いやバレねえだろ天井で。やばい救急消防車来ちゃう。ちょっとこれ写真ちょっと全体的に先輩写真かけて。いやもう本当絶対絶命。絶対絶命だよこんなの。もう本当に本当に頭本当に頭おかしい。お母さんに出ます。お母さんに出ますが、お母さんに、お母さんに出ます。俺やだよ自分の誕生日にお母さんに出ますの。やだわ。普段もそんなかけないのに。あ、もしもし母さん。あ、ごめん全然暇やったから電話かけた。いや別に、でもなんかうんうんうん、あーそうやな、あいやでもなんか地震があるって聞いたからさ。大丈夫。ああほんまに。いやそうやろ、なんか家壊れるかもって言ったの。いやよかった、なんか怪我せんでよかった。うん、うん、あちなみに母さん、うん、いや俺明日誕生日やからさ、うん、でも、うん、産んでくれてありがとうな。まあ、せやろ、まだ早いな。まだ早いな。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。